っといきなりやけど、カニ刺し。今日は京都にてカニをたらふく食べたいと思います。めっちゃうまい。あー、これ食った来てよかったなと思うわ。なんかおいしい。続いてエビちゃんもクラッシュ。ヒュヒュ、うまーす、うん、この焼きガニの香りたまらん。覚えてる。そう、生きてんの？生きてます。そう、はい、嘘って信じろよ。これあかんやつ、あかんやつや。カニ味噌うまいやつやん。熱々のこのカニ味噌いただきやす。あ、もう口の奥から幸せ。むっちゃうまい。もう今からもう俺本気やから喋りかけんといて。どんだけやねん。やったやった。よだれが垂れてくる。焼きガニをカニ味噌につけて食う。めっちゃうまい。いや、これ美味しいに決まってるよ。肉ですよ、肉。おぉ、アーブが踊ってるな。あ、これはいい焼き加減だよ。カニとステーキとアワビって贅沢やの、うん、あ、うまい。やっぱここで動物性油が最高。やばいやん、肉食ったら次カニ食われへんぞ。さあ、アワビでございます。うお、肉厚やば。どう攻略する？どうやって食べるのこれ？どう攻略すればいいの？まずはこれ、身がプルンプルンで、これ絶対うまいで、これ。あー、これはあかん。これ見て、すげーよ。ブロック状にしてみよう。贅沢食い。いただきます。お、バターの香りがすっごい。めっちゃうまい。こんな分厚いアワビ食ったことないで、こんな切り方やる。あ、ここ行くわ。もう続いて茶そばカニのせいでございます。カニがここにも入っております。うん、うん、そば食わんのかいって。ラーメンになってしまうね、これ。うん、ここに来てのそばは俺の満腹ゲージを1点ガーッて上げた。次はほんでこれに油もの天ぷらが来てさらに満腹ゲージバーンって上がって、最後雑炊みたいな。今日全部食べきるから。ジローと太郎と花子じゃない。あ、もうない。太郎と花子。天ぷら来たよ、天ぷら。これまたカニでしょ、どうせ。カニどうせとか言う。カニを、ね、うん、あー、これは絶対油で俺の食欲をなくす気やけど、今日のラーマン。いやいや、油の話聞いてないぞ。地味に天ぷらに何かつけて、これが一番好き。かぼちゃ、うん、もうおいしそう。まずはカニから入れてくれ。いうこと、続いてはカニ鍋でございます。箸持ってる意味ある俺。これあるある、絶対あるあるやから。カニを入れ終わったら野菜ですね。今え、意味あるんかな、これ。カニに入れてから入れるの違う。あ、そういうことか。やっぱりな、細かいことは気にするな。やばい体勢になってきた。俺もやばいってやから、もっとやばいってやから。そんなことない。うまっ。これ残ってんね、一番最初に来たやつ残ってんね。うん、ご飯もですね。なんでやねん。父ちゃんもう嫌や。うるせえ。そんなして入れる人はね。ビーガン、カニビーガン。手際がいいな。その間にカニを食べましょう。雑炊が
いらっしゃい。たっぷり食っていくか。ん？卵だけでいいの？べっぴんやからいっぱい入れといたろ。いっちゃう。熱いはずやで、あれ。うわー、それって袋の中でつぼしてたらやったらいいのに、手につかへんのに。あ、熱すぎて食われへん。雑炊をすべて食い切ってクソ芝ダウンでございます。もう動く気がせえへん。食うた食うた死ぬ。いつもそれやんけ、お前は。もう